フィッセルヘイベでは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のローテンブルク、軍に属す小都市である、リューネブルガーハイデに位置する。フィッセルヘイベでは、ブレーメン、ハンブルク、ハノーファーの3都市の中心である、リューネブルガーハイデ辺縁部フィッセル川沿いに位置する。地域は主に農業用地が占めている。26.44平方キロメートルが、森林。 5.22平方キロメートルが建築、紅葉地である。この町は、海抜70メートルに位置する。市内の最高地点は、ドレーゲンボステル区のヘレンベルクで93.4メートルである。中核区からフィッセル川、ヒディンゲン区からローダウ川が流出する。アラー川右岸の支流である全長22キロメートルのレールデ川も市内に流出する。フィッセル平米では、中核区のほか 14の周辺区からなる。ブレックベーデル、ブーフホルツ、ドレーゼル、ドレーゲンボステル、ヒディンゲン、イェディンゲン、ケッテンブルク、リューディンゲン、ニンドルフ、オッティンゲン、ローゼブルーフ、シュビッチェン、ベーンゼン、ビットルフである。住民のほぼ半数が中核市区、残りの半数が周辺市区に分かれて住んでいる。フィッセルヘーベデ氏と直接境を接する市町村は、キルヒリンテルン、 ザムトゲマインでボテル、ノイエンキルヒエン、ゾルタウ、ボムリッツ、バルスローでフィッセルヘーベでは、フィッセル側の水源の周りに発展した。ここには、異教の霊場があった。現存する、この町の最初の文献記録は1258年の、ものである。1288年の文献は、フィッセルヘーベでの回答地権が、フェルデン死去コンラートに移ったことを示している。 1432年にフィッセルヘイベで教会区は戦闘によって甚大な被害を受け中核部は消失した。フェルデン司教予ンは城壁と堀を備え出入りを二つの門に限定した新しい町を建設した。これによってこの町はフレッケンの称号を獲得した。1567年に宗教改革がなされた。 1629年の皇帝の復旧直令によってカトリックに復帰したが、1631年に最終的にプロテスタントの町となった。1645年にフィッセルヘイベでは他のフェルデン公領と共にスウェーデン領となった。1712年にデンマーク領となった後、1719年にハノーファー戦ンテゲオルクルートビヒが フェルデン皇寮と共にこの町を獲得した。1805年から1813年までの間はナポレオンに占領されフランス領となった。1813年10月12日にプロイセン軍によってフランス支配から解放された。その後フィッセルヘーベではハノーファー王国に属した。1866年以降80年間はプロイセンに属したが、 この体制は1946年に戦勝国によって解体された。1874年のアメリカ戦建設によりフィッセルヘーベでは鉄道網に結びついた。1890年にバルスローデを経由してハノーファーに向かう路線が、1906年にはブロッケルを経由してローテンブルクに至る路線が開通した。百三十八年にフィッセルヘーベでは 都市の称号を得た。1974年に市町村再編のために、近隣の14の町村が合併した。市議会は26議席からなる。フィッセル平ベでの紋章は銀字に黒いナーゲル十字。その中央に金のボールが置かれ、その中に洗礼者、ヨハネの首が描かれている。この紋章は1948年から公式な首章として使われている。これ以前、 司教領主エーバーハルトフォンホレ統治下の1581年には別の紋章が用いられていたことが分かっている。聖ヨハニス教会この町の見どころとしては、丸くと広場や象形がある旧市街12世紀建造の聖ヨハニス教会フィッセル川水源地や市庁舎が挙げられる。ブルク通りの修復された旧ビュルガーハウスは現在フィッセル平米で文化、郷土教会の本部となっている。 2006年に歴史的なハイデゾーコ周辺がフィッセル法府として整備された。都市近代化整備の一環で当時あったミ蜜蜜ー製造のゾンネンタウア高さ27メートルの水道塔を一部修復した。水道塔と当時のジムム棟には現在、現代美術のギャラリーとアトリエが作られている。2007年からは古籍役場の出張所が水道塔内に設けられている。 結婚する者はここで手続きができる。信仰を持つ住民の多くは、プロテスタントルター派教会に属す。これらは、ブロッケルの聖十字教会、キルヒバルゼーでの聖バルトロメウス教会と共に、ローテンブルク、ビュンメ教会クライスのフィッセルヘーベで教会地域を形成している。カトリック教会は、フィッセルヘーベで、バルセローで、バート・ファディング・ボステル、ボムリッツ・ベーネフェルトの教会が、 教会組織を形成している。イスラム教の信者は主に、トルコ人やクルド人の家族であるが、アラブ人、イラン人、パキスタン人の家族もいる。彼らは、ローテンブルク、フェルデン、ブレーメンあるいはバルスローでの組織に属す。これらの他に新首と派教会の組織もある。フィッセルヘーベデでは、ドイツ全土がそうであるように、無宗教の割合が増加している。フィッセルヘーベデでは、 工業が乏しい町である。かつてこの町には、マッチ製造、ボンボン菓子製造、乗り物製造の工場があった。現在の最も重要な会社は、行為卸の企業である。フィッセル平米では、連邦軍の所在地である。レーンスファイデ弊社には、第285災害救護大隊が配置されている。1972年から1992年までは、 ここにコントロールレポーティングセンターもあった。NDR は超短波とテレビの送信書を運営している。アンテナの高さは167メートルで1974年に建設された。NDR の放送だけでなく、ヒットラジオアンテナや FFN といった民放プログラムや、イギリスの BFBS1 も放送している。フィッセルヘーベでは大規模な擁護施設の所在地である。 最寄りの病院は、ローテンブルクのディアコニー病院、バルスローでのハイデグン病院及びフェルデンのアラーベーザー病院である。健康保険医の救急医療業務については、フィッセルヘーベでは、バルスローで管区に属す。フィッセルヘーベでは、ドイツ赤十字社の救急本部があり、ヨハニタ自己救急連盟の救護対詰め所や、継続教育に利用される本部がある。 健康保険医の救急業務は、バルスローで病院の救命救急医が担当する。フィッセルヘーベデ駅、フィッセルヘーベデには、ユルツェン・ラングベーデル線の駅がある。この路線はかつては伏線であったが、1987年から単線となり、電化はされていない。以前は、ビットルフやブロッケルを経由して、ローテンブルクに至る路線と、バルスローで駅のブレーマーフェルデ・バルスローで線も、 あったが、現在ではこれらの路線は撤去されている。フィッセル平米では、連邦道 B440 号線と、修道 L171 号線に面している。周辺のアウトバーンは、ハンブルク方面へは、バートファリングボステルドルフマルク経由で A7 号線を利用するか、ラーで経由で A1 号線を利用する。a 号線を使って、ブレーメン方面へ向かうには、 フェルデン経由、ハノーファー方面に向かうには、バルスローデを経由して、これを利用する。市内交通は、基本的に、市民バスシステムが担っている。本数が少なかったバルスローデ行きのバスは2004年の末に廃止された。これ以外では、ベーザー・エームスバス GMBH がローテンブルク行きのバスを運行している。ありがとうございます。